ジョン・スキナー・プラウトは、イギリスの画家、版画家である。オーストラリアに渡り、主にオーストラリアの風景などを描いた版画の出版などで働いた。イングランド南西部のデボン州のプリマスで生まれた。おじに、ヨーロッパ大陸の街と建物を描き、版画化して販売するという形で成功した水彩画家のサミュエル・プラウトがいる。年に結婚して、その後、 八人の子供ができた。水彩画家として働き、1838年に新水彩画家協会の会員になった。より良い収入を得るため、家族とオーストラリアに移住し、1840年からシドニーに住んだ。リトグラフ用の印刷機をオーストラリアに持ち込み、美術出版社、JS、プラウト &CO。 オーストラリアンリトグラフィックエスタブリッシュメントを立ち上げた。1840年から1844年の間はシドニーを拠点にシドニー周辺で多くの写生旅行を行った。スケッチは油絵や水彩画、版画に仕上げられ販売された。シドニーの重家は作品の展示に用いられ、版画の技法や水彩画の教室として用いられた。 水彩画はよく売れ、オーストリアの風景を描いた版画が印刷され、1842年からシドニーイラストレーテッドとして出版された。1840年代のシドニーの不況や競争相手の出現によって作品の売り上げが落ちてきたので、1844年には一家はタスマニア島に移った。タスマニア副総督のジョン・フランクリンとその妻の支援を受けて、 ここではより成功を収めた。1848年6月にイギリスに戻り、帰国後、ロンドンのレスタースクウェアの施設で、オーストラリアの植民地の生活を描いた作品を展示し、オーストリアの人々や習慣について講演会を開いた。1850年代には、オーストラリアへの旅を象述したイラスト入りの書籍を出版した。ロンドンのカンティッシュタウンで没した。 ありがとうございます。